昨日ね、また水槽を用意しましたというか、これタライロン入れてたやつなんですよ。タライロンをまた深い方のね、通常の規定の60センチのあの規格水槽にタライロンを入れ替えまして、でこっちをね、あのハイランドブラックシャークをちっちゃい水槽に入れとったんですけど、こっちに入れて一緒に同居してます。ここにね、ハイランドブラックシャークとこいつです。昨日買いましたね、この子です。かわいいな、見てくださいこれ。皆さん窓際に置いとけますよ昨日ね、あのアロワナ水槽にも入れてみたんですよアロワナが追いかけて食べようとしたから、すぐあの撤去しましためっちゃかわいいでしょこいつ。石亀みたいななんか感じやね。これが3980円で売ってるんですよ皆さん。これ安くないですか。すごい可愛いでしょこいつ。見て、うちにね、あのあれおるんですよ、あの、ミシシッピ、匂いガメ、ミシニっていうやつね。あれも8年かそこらおるんですけど、あれも可愛いけど、これも軽いね。これ軽いんですよ。ほんでなんで軽いかって、浮くんですよねこいつね。ほら沈んでもね、なかなか上がってこないんですよ。上がってはすぐ上がってくるんですよこの子。上がってけへんなとにかくね、浮いてることが多いです。はい、なんか軽いんですよ持ってても。匂い紙はね、もっと重たいでしょ。ほら浮いてきたでしょ。なんかね、もう常にここがあるんでね、あのこんないらんのちゃうかな思って、これね、あの急遽こっから持ってきましたもうあの何、プレコの食べるものがなくなりましたこれでこういう感じでねいいでしょ。これ浮いてるんですよずっとね。これこれ本当マジで、ほら見てくださいこれということでした皆さん。はい、昨日のね、続きというか生態ね、買いました。このスポンジフィルターもいいですね。これこのままパイプつけとってんけど、取ってね、短いバージョンにしました。めっちゃ可愛い、窓際に置いとけるやつ。どうですか皆さん、衝動買いですよ。自分の誕生日プレゼントがこれになりました。私明日誕生日なんですけど、こんな可愛いものになりました。むっちゃ綺麗でしょ。軽いなほんまに君。末永くお願いしますね。はい、道場のね、守り